皆さんこんにちは、ジャズベーシストの権丈靖です。お元気でしょうか？僕も元気です。もう早いもので8月後半となりましたが、このタイミングでブルックリンに行く機会がありました。このね、ロックダウンから経済再開の段階が進むにつれて、このニューヨークのクイーンズやセントラルパークの様子を動画でご紹介してきましたが、なんとブルックリンに行くのは3月のロックダウン以来なので、実に5ヶ月ぶりということで、ちょっとねブルックリンの様子がどんな感じだったのか撮影してきましたので、ぜひご覧いただければなと思います。ではどうぞ。はい、というわけでまずは電車から眺めた外の景色からスタートです。これは G トレインという地下鉄の線で、クイーンズとブルックリンをつなぐ路線なんですが、まあ、ずっとね地下を走っていくんですけども、こうやって少しだけ地上を走ります。いやー、5ヶ月ぶりのブルックリンの景色ですよ。まあ、ブルックリンといってもね、広くて、この辺りはねご覧の通り倉庫なんかが多い地域ですよね。でブルックリンにはこういった倉庫街にアーティストたちが移り住んで、倉庫をリノベーションしたギャラリーやレストランやカフェなどが注目されて、今やウィリアンスバーグとかダンボなどの地域はおしゃれスポットとして注目されてますね。そしてですね、皆さん向こうの方に橋がかかってるの分かりますかね。これマンハッタンとブルックリンをつなぐ2つの橋がかかってるんですけども、電車が走ってる方の橋がマンハッタンブリッジ、そしてもう1つがブルックリンブリッジになります。ちなみにソニー・ロリンズが雲隠れ中に毎日橋の上で練習していたっていうのは有名な橋ですけども、それはねウィリアスバーグブリッジというまた違う橋です。で僕がこの日向かったのはブルックリンの中でももうちょっとローカルな地域のプロスペクトパークという公園です。実は僕ね、ニューヨークに住み始めた最初の頃はプロスペクトパークの近くに住んでたんですよ。そういう意味でもね、なんか懐かしかったですね。では駅の階段を上がって公園に向かってみましょう。まあ、街並みはねこんな感じです。またねクイーンズともマンハッタンともちょっと違った雰囲気ですよね。あのカラフルな車はアイスクリームの販売車ですね。これ止まってるんで静かなんですけども、走行中はね爆音の BGM が鳴ります。そしてここから公園に入っていきます。あの赤い車は消防車ですね。で犬の散歩をしてる人がいたりとか、あの青い自転車はシティバイクというレンタルの自転車です。でこの日はね天気が良くて親子連れがいたりとか、まあ、とってものどかな感じで賑わってました。ちゃんとねこの横断歩道を渡らないと結構な勢いでねランナーや自転車が来ますんでね、危ないんで。おお、そしてお姉さんが乗馬してます。かっこいいですね。こんな感じで芝生のエリアを囲んだ外周をこうやってサイクリングやジョギングしている人たちがたくさんいます。これ結構みんなね本気の速さなんでちょっと怖いんですけども、あ、向こうから変わった形の自転車も来ましたね。これリカンベントという名前の自転車だそうです。ではもう一個違う入り口から公園の中に入ってみましょうか。やっぱりね公園にはこういう屋台ベンダーが付き物ですね。でこのベンダーは場所によって値段が違って、ここはセントラルパークより安い価格設定になっていると思います。そしてモニュメントが見えてきました。この人はアメリカ独立戦争で活躍した人なんですけども、ちょうどこの公園の場所が独立戦争で初めてアメリカ軍とイギリス軍が衝突したブルックリンの戦いが起こった場所だからだそうです。でちょっとしたベンチのある憩いのスペースを経て公園の内部に入っていきましょう。この辺りはね木の茂ってる芝生のスペースですけども、ここね木が倒れてますよね。子供たちがね立ち入り禁止テープをめっちゃ無視して遊んでますけども、これ先日ね熱帯性暴風雨が来まして、でニューヨークの各地でこうやってたくさんのね木が倒れるなどの被害が出ました。もうこの根っこのところからねえぐれてますよね。こちらは広い運動場ですね。野球をはじめ様々なスポーツができるようになってます。でこの公園も非常に広くて、この日は行けなかったんですけども、見どころがたくさんありまして、まずはグランドアーミープラザという大きな凱旋門が北東の入り口にありまして、で公園内にプロスペクトパークズーという動物園もありますし、で他にも非常に大きな湖とかスケートリンクもありますし、で道一本挟んでブルックリンボタニックガーデン、ブルックリン植物園やブルックリンミュージアムで、ブルックリンの公共図書館などと隣接しているので、いろいろと楽しめる公園だと思います。でこの公園はセントラルパークの3分の2ほどの広さがあって、1867年に部分的にオープンしました。でこの日はこうやってたくさんの人出があったんですけども、これ皆さんいろんな場所から煙が上がってるのお分かりですかね。そうです、これご察しの通りみんなバーベキューしてます。
で、実はね、セントラルパークはバーベキューは禁止されてるんですけども、このプロスペクトパークはバーベオーケーなんですよね。まあアメリカ人バーベキューが好きだ好きだと聞いてたものの、もう自粛とか関係ねえって感じでね、バーベキューパーティーみんな楽しんでました。そしてですね、ちょっと何やら建物が見えてきましたね。ちなみにあの裏手側にはこうやって遊具などで遊ぶプレイグラウンドがあるんですけども、この建物ステージみたいになってるの分かりますかね。これはバンドシェルという建物で、様々なイベントが行われるんですけども、それこそね、この夏場はセレブレートブルックリンっていって野外コンサートが催されて、僕もね、ここでブランフォード・マルサリスが演奏するのを聞きに行ったことがあったりとか、何年か前にはハービー・ハンコクもね、ここで演奏したんですけども、まあ、そんな感じで夏のニューヨークはサマーステージであったりとか、ジャズモービルとか、チャーリー・パーカージャズフェスティバルとか、たくさんのね、野外コンサートがあって本当に楽しいんですけども、まあ、今年は残念ながらこの状況ですから、軒並みキャンセルになってしまいました。本当に残念です。来年こそはね、こういった様々なイベントが復活できるような状態になっていればいいなと心底思います。はい、というわけでいかがだったでしょうか。かなりざっくりですが、5ヶ月ぶりのブルックリンプロスペクトパークの様子をご覧いただきました。まあ本当にですね、とにかくみんなのバーベキューの勢いに驚いたんですけども、まだまだニューヨークのね、飲食店の店内営業が再開してないので、まあ我々ミュージシャンの仕事は元通りになるのはまだまだ先かなって感じですかね。ただこのタイミングで美術館や博物館、ボーリング場などの施設がキャパの制限を設けて再開したりとか、でニューヨークシティはまだなんですけども、ニューヨーク州のスポーツジムもキャパを制限した上で営業再開の許可が出たりとか、また少しずつ状況が変化してます。あと最近こちらはちょっとだけ暑さが落ち着いてきまして、摂氏30度いかない日もありますし、まあ、朝夕なんかはほんと涼しかったりするんですけども、まあ、日本はねまだ40度近くまで上がる日もあって、まだまだ残暑は厳しいと聞いてますんで、どうか皆さん体に気をつけてお元気で。というわけでまた次回からですね、演奏動画や音楽や楽器の話題など発信していきますので、ぜひチャンネル登録していただければ幸いです。それではご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。お元気で。